プロ野球10回戦を行います。赤コーナー16戦15勝9KO勝ち1敗112パウンド井岡所属、元日本ライトフライ級チャンピオン、元 WBC、WBA 世界ミニマム級統一チャンピオン、元 WBA 世界ライトフライ級チャンピオン、IBF 世界フライ級10位、WBC 世界フライ級8位、WBA 世界フライ級3位、井岡110パウンド1/4、ベネズエラ、元 WBA 世界フライ級暫定チャンピオン、ジャン・ピエロ。ジャッジ北村信之、同じく近藤健二、同じく野田正弘、レフェリー川上淳。
第90回戦両選手の戦績成績を紹介いたします。赤コーナー井岡一人、井岡所属、1989年3月生まれ25歳、山口県大島郡出身。デビュー2009年4月、戦績16戦15勝1敗、15勝のうち9つの計画がございます。対しますは青コーナージャンピエロペレス、アネデラ出身、1981年3月生まれ33歳、デビュー2004年4月、戦績28戦20勝7敗、新手掛け20勝のうち14の KO 勝ちがございます。ラウンド2
セカンドアウト、ラウンド4。Hey!
5ラウンド2分9秒ノックアウトにより勝者井岡ラムト。ありがとう。それではインタビューを行います。4年連続の大道走破の勝利、4年連続で勝利を挙げました井岡一翔選手です。おめでとうございます。KO で倒すという宣言がありました。その言葉通りになりました。改めて今日の一戦どう振り返りますか？そうですね、やっぱり大晦日4年連続やらせてもらえるということですごい感謝していますし、やっぱりここ何戦かは判定ついてたんで、まあ、いつも応援してくださっている皆さんに KO を見せしたかったんで、まあ、KO 戦を出てよかったと思います。今年は初黒星もありました。井岡一翔選手にとって2014年どんな一戦でしたか？まあ、本当にいい年ではなかったりする結果として、まあ、でも自分自身成長させてもらった年だなと思うんで、まあ、2015年に向けて、これからの年に向けて、この年はもう最、こういう年は最高にしたいと思います。最高の締めくくりに終わりました2014年。ファンの皆さんも2015年が大いに楽しみになっていると思います。2015年に向けて井岡一翔選手とボクシング、皆さんに一つの目標をお願いします。そうですね、もう先の試合のゴングで僕の2015年はスタートしました。2015年は世界チャンピオンになりたいと強く思ってます。なので絶対必ずなります。その本気で志して夢を追いかければ、挑戦すれば必ず叶うっていうのをまた皆さんにお見せしたいと思います。今年ももうあと少しですが、皆さん2014年も応援ありがとうございました。2015年、まだまだこれでは終わらないんで、もっともっと成長していく姿を皆さんにお見せしますんで、また皆さん2015年も応援よろしくお願いします。本日ありがとうございました。見事4年連続勝利を取りました井岡一翔選手に今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。今5ラウンド2分9秒5ラウンド2分9秒 KO により井岡一翔選手の勝利でございます。スーパーバンタム級統一チャンピオン、ギジェルモ